アイテム番号 SCP-291-JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル。 SCP-291-JP は非生物全般に影響をもたらす異常物品です。セクター8188に付属する生物収容ユニットにて飼育されている豚の体内に外科手術によって収容されます。24時間ごとに豚の健康状態を確認してください。問題のある場合は即座に代替の豚を用意し、特別手順 CN51 に従って再度収容を行ってください。実験にはセキュリティクリアランスレベル2以上の職員3名による許可が必要です。 SCP-291-JP の発見が報告された地域は封鎖され監視対象とします。説明。SCP-291-JP は直径約5センチメートルの無色透明の球体です。現在までに12個体が発見され、そのうち2個体は破壊。10個体が収容されています。一見ガラスのように見えますが、オブジェクトは未知の物質によって構成されています。性質もガラスとよく似ており、高い高度と電気抵抗を持っています。350kg 毎平方センチメートル以上の圧力をかけることによって破壊可能であることが分かっています。SCP-291-JP は死体を含む、固形の非生物に触れさせることにより特異な現象を発生させます。オブジェクトに接触した物体は毎分 12.5kg ずつ組成が生きた有機物へと変化します。この時、SCP-291-JP は自体も有機物の中に取り込まれる形で埋没していきます。オブジェクトを引き離した場合、それ以上の変化は止まりますが変異部分は元に戻りません。また、何らかの方法で接触させた物体と、物体が触れている部分を識別しており、接触させた物体以外を変化させないことが判明しています。侵食が進み、完全に変化した物体は SCP-291-JP-1 と呼称されます。SCP-291-JP-1 は元々の物体の形状、または性質を大まかに残す場合と大きく変化させる場合があり、どのように選択が行われているかは判明していません。通常の生物同様に筋肉や内臓、神経系、リン酸カルシウム、または基沈質で構成された骨格、あるいは外骨格が生成されます。SCP-291-JP を内包している状態ではこれらの組織は非常に再生能力が高く、切断された場合でも即座に修復され元の形状に戻ります。これには栄養や水分の補給などは必要とせず、また SCP-291-JP-1 には消化器官も存在しません。SCP-291-JP との接触を失った SCP-291-JP-1 は動作を停止し、24時間以内に細胞が死に始めます。SCP-291-JP-1 は知覚を持ち、かつ非常に攻撃的で周囲にある動くもの、音を発するもの、すべてに攻撃を行います。原始的ですがある程度の知性があり、簡単な鍵の仕掛けや迷路を解くなど、およそ5歳児程度の知能を有していると見られています。元となった物体によって SCP-291-JP-1 は大きく特性が変化します。さらには SCP-291-JP 同士で、獲得した経験を何らかの方法で共有、伝達している可能性が高いことが実験結果によって示唆されています。SCP-291-JP は気体及び液体には反応しません。接触させた物品、性オートバイ1台、質量約 85kg。結果、対象は有機体に変化、黒色の外骨格を伴い、生成された6本の昆虫に似た足によって歩行。補足、考察、複雑な機構は再現できないものと思われる。質量は 52kg に落ちていた。失われた質量の行き先は不明。接触させた物品、ケージ内部のオランウータンの死骸。結果、誤ってオランウータンではなくケージに接触。検証は続行。対象は有機体に変化し、
形状を保ったまま跳ね回った。補足、考察、死骸に変化はなし。接触させた物品、拘束した D、クラス職員の死体一つ。結果、被検体から皮膚が消失し、筋肉を露出させた状態に変容。拘束具を破壊したものの、金属製のケージは破壊できなかった。データ採取の後、保安部隊により処理。補足、考察、行動パターンに変化なし、知性や記憶は再現しなかった。なお、重量に変化はなし。接触させた物品、合金属のインゴット、重量 25kg。結果、対象は有機体に変化。薄い皮膜を持った4対の羽を形成し飛行。外骨格を形成した。重量は 16kg。補足、考察、飛行力学的にこいつが飛べているのが信じられない。接触させた物品、装着状態にある手術用ゴム手袋。結果、対象は有機体に変化。装着者の手首に食い込み重傷を負わせた。補足、考察、豚体内への収容術式中に誤って接触。装着していた医師が失神したため、手首を切断し処理。接触させた物品、プロペラ飛行する小型の無人機。重量 2kg。結果、対象は有機体に変化。形状を保ち、プロペラを回転させて飛行。機動部隊により捕獲。補足、考察、作戦中に偶然接触。本来の性能よりも劣っていた。SCP-291-JP は2000年に群馬県の山中の森にて発生した漁師の惨殺事件によりその存在が確認されました。機動部隊部隊へ、1、地走りによる年間にわたる捜索活動により、現在までに12個体が確保、収容されています。20年以降は発見されていませんが現在でも月に一度、衛星写真とヘリによる上空からの調査、3ヶ月に一度、機動部隊による地上の捜索が行われています。現在まで他地域での SCP-291-JP 個体の発見はありません。以下は SCP-291-JP の最初の収容の試みの記録です。エージェントによる未確認の脅威存在の情報から救命の機動部隊による初期接触及び確保作戦が展開されました。群馬県、山中、2000年、10月7日、記録開始。JS-01、現在時刻は、目標地点に到達。これより未確認脅威事象の調査を行う。核兵器異常なし。本部、こちら本部、了解した、作戦を開始せよ。JS-01、作戦開始。情報通り洞穴らしきものが見える。周囲は、ああ、ひどい匂いだ。動物の腐臭のようだ。本部、本当に動物か？死骸は確認できるか？ JS-01、03と06が確認中。少なくとも人間ではない。標本は回収する。本部、了解。支障が出るようならマスクの使用を許可する。JS-01、了解。これより洞穴に接近す。つ、出てきたぞ。熊かありゃ、02。カメラを向けろ。カメラだ。見えるか？本部、映像を確認した。確保、やれそうか？ JS-01、確保を開始する。部隊の携帯しているスピーカーによって各国の言葉で静止を促す音声が流される。同時に獣のような方向が聞こえる。JS-01、クソ、音を止めろ。対象は敵対行動をとっていると思われる。麻酔弾による鎮静化を試みる。05、09、構えろ。本部、了解。少しでも危険を感じたら即座に撤退しろ。JS-01、ああ、本部へ、麻酔弾効果なし。対抗存在。動きは鈍い。足を狙撃する。
実弾許可を。本部、JS1、無理はするな。実弾の使用を許可する。銃声と方向。機動部隊はライフル銃を対抗存在の脚部に射撃。JS-01、対象は、クソ、雑音。本部、どうした JS-1、報告しろ、JS-1。JS-01、ライフル弾効果なし、02が追われてる、こいつ。散発的な射撃音と複数の土星。JS-02 のカメラには暗い森の中を走り回る様子が映されている。数分後、映像が乱れ、信号が消失する。本部、JS-1、状況を、他の者はどうした ?JS-01、もう一匹いた。奴ら待ってやがったんだ。撤退する。02はダメだ。本部、撤退を許可する。もう一匹だと、奴は2体いたのか ?JS-01、訂正、少なくとも3匹だ。激しいノイズ音。JS-01 からの音声通信が途絶える。本部、どうなってる?誰か応答しろ。JS-03、こちら03、01は死んだ。俺が部隊の指揮をする。方面へ逃走中。追っては来ていないようだ。本部、了解。応援の部隊がすでにそちらへ向かっている。損害状況を報告できるか ?JS-03、01、02、そして05がやられた。もう一度俺をここへよこしてくれ。今度はミンチにしてやる。本部、今は無事に戻ることを考えろ03。後の始末は俺がつける。以上だ。35分後、機動部隊は合流に成功。3名の未帰還者を出し、作戦は失敗に終わりました。以下は SCP-291JP と最初に接触した地元漁師とのインタビューを記録したものです。群馬県、山中、2000年、10月月、日。エージェント、それでは当時の様子についてお話しください。漁師、あん時は、4人で熊打ちに行ってて、俺は、もう30年。この山にいるが安南は初めてだ。漁師、ほんで、熊の足跡見つけて、追いかけてって、が見つけたって言ってよ。そんで撃ったんだよ。エージェント、それは間違いなく熊だったのですか?漁師、あら間違いねえ。血も出とったもの。熊はその場で死なねえで山ん中に入ってって、あちこち引っかき回しながら逃げてった。エージェント、危険な状態ですね。漁師、そうだよ。ここで仕留めっちまわねえとって皆で覚悟決めて、行ったんだ、と、の二人が先に行って、俺は後からついてった。もう一緒よ。エージェント、そしてあの洞窟に、そこは知っている場所だったんですか?漁師、地元のもんしか知らないよ。あそこは神様がいるってんで、あんま近寄んね。エージェント、信仰のようなものあった。漁師、そんな大したもんじゃねえけど、白蛇が出るとかなんとか、今となっちゃ神様を信じるしかねえな。エージェント、なるほど、それで、あなたは何を見たのですか?漁師、熊の血はその洞窟に続いてた。そこで、二人とも死んどった。と、が、二人とも血流して死んでた。そんで洞窟からすげえ声が聞こえた。エージェント、それは熊ではなかった。漁師、ああ、ありゃあ熊なんかじゃねえ。熊に神様が乗り移ったんだ。川はが下みてえになっててよ。エージェント、なるほど、ここはもう安全です。あとは我々にお任せください。ベル。漁師、あれにあ近寄らん方がいい。もっと大勢死ぬぞ。エージェント、ご安心ください。私たちは慣れていますから。記録終了。この後、4度にわたり SCP-291JP の収容作戦が実行され、
洞窟内部及び周辺で複数の SCP-291JP-1 を発見。機動部隊に大きな被害を出したものの、最終的に収容は成功しました。SCP-291JP 収容法試験作戦。パイロット、ガンシップ。操縦士、ガンナー、ガンシップ。射撃担当、FCO、ガンシップ。火器管制官、オペレーター、地上管制官。群馬県、山中、2000年、月、日、4時20分22秒、作戦名。単独で行動する SCP-291JP-1 個体を空からの捜索で発見。小型無人航空機によって対象を誘導し、本作戦を実行。パイロットこちらガンシップ。目標地点に到達した。時計をセットする。FCO、熱源反応を確認。一つだけだ。オペレーター、こちら本部。そこから目標を狙えるか。FCO、ネガティブ。木が邪魔だ。もう少し西側まで目標を誘導してくれ。オペレーター、了解。地上部隊が無人機を使用して捕捉した SCP-291JP-1 個体の誘導を行う。パイロットもう一周回るか。FCO、いや、よし、行けるぞ。射撃許可を要請する。パイロット目標を射撃可能範囲に捉えた。射撃許可を。オペレーター了解。射撃を許可します。パイロットやっちまえ。ドローンを撃つなよ。FCO クルー。射撃許可が出た。やるぞ。ガンナー了解した。激しい振動と銃撃音。FCO 命中。吹っ飛ばしたぜ。確認してくれ。オペレーター、対象はダメージを受けたようだがまだ活動している。3分待て。パイロット了解。オペレーター対象は活動を続けている。損傷部分を再生しているように見える。もう一度攻撃する。パイロット了解した。射撃角度調整完了。FCO もう一度やるぞ。今度はミンチにしてやるぜ。ガンナー了解。激しい振動と銃撃音。FCO ナイスショット。パイロットバラバラだな。今度こそやったか。オペレーター、確認中。ドローンの一機がオフラインになった。原因調査中。5分待ってくれ。パイロットどうなってやがる。衝撃でやられたか。FCO こちらからドローンが確認できた。動いてるぞ。オペレーター原因が分かった。対象は動作を止めたが、ドローンが代わりに変化した。パイロットなんだって、俺たちに危険はないのか？オペレーターわからん。ドローンを未確認脅威対象に指定する。ガンシップはその場で待機。対象の追跡を続行。地上部隊を投入する。パイロット指定了解。幸運を祈る。FCO 未確認脅威対象。飛行しているようだ。他のドローンへ向かっている。オペレーター。こちらからも確認できている。やろう。肉のプロペラで飛んでいる。映像を見るか？ FCO 勘弁してくれ。幸運を祈る。オペレーター最悪の場合に備えていてくれ。4時間後、投入された機動部隊により SCP-291JP-1 を捕獲。初の捕獲成功となった。その後の調査により、ガンシップからの攻撃で飛散した SCP-291JP 個体がドローンに接触したことが分かった。万が一、飛散した SCP-291JP が地面に接触していた場合に起こり得る被害を考慮した場合、これは人類にとって非常に幸運な事故であった。ご視聴ありがとうございました。また見
ネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですんですんですん。